イスズベレット、ベレット、ベレットは、イスズ自動車が1963年、昭和38年から1973年、昭和48年まで製造、1974年、昭和49年まで販売していた小型乗用車で、ある。技術者主導で設計製作が行われ、当時としては、数々の新規軸を盛り込んだ。 1960年代の日本車を代表する車種の一つ。外観は卵の殻をモチーフにスタイリングされた丸みの強いコンパクトなものとなっている。1トンを切る軽い車体重量を活かしてモータースポーツでも活躍し、スカイライン台頭以前はサーキットを席巻した。車名の由来は同車の上級モデルであるベレルの小型版を意味する造語。 全体に平凡な設計のベレルとは異なり、当時の様々な新機軸が取り入れられており、個性の強い小型乗用車となっている。ことスポーツモデルにおいては、日本初のディスクブレーキを採用していい。また、四輪独立喧嘩による路面追従性の良さと、鋭いハンドリング等を兼ね備えていたこともあり、当時の日本車では破格の運動性能を持っており、和製、アルファロメオとの異名も取った。 日本で初めて GT、グランツーリスモを名乗ったモデルを設定したことでも知られる。だが、多くの椅子図書の例に漏れずフルモデルチェンジの機会を得られなかったため、他社の新車構成下においても市場のニーズを組む抜本的な改良がなされないまま、約10年もの長期にわたって産が続けられた。そのため1970年代に入ると陳腐化により、 商品力向上が難しくなったのみならず、比較的幅の狭い、小ぶりな車体が競合モデルの大型化に伴って、相対的に、いセグメントに相当ししまうギャップも生じた。末期は、販売実績が低迷し、後の自動車排出ガス規制の影響で1973年、昭和48年の生産終了を経て、1974年、 昭和49年9月に販売終了となる。イスズ公式ウェブサイトによれば、総生産台数は17万737台。うち GT は1万7439台。この GT については現在でも評価が高く、維持管理を続けている、愛好家も多く、オーナーズクラブも存在する。GT における、レースシーンでの活躍から、クーペの印象が強いが、 本来ファミリーカーとして想定されていた車種のため、販売の主力はセダンであった。駆動方式は、後輪駆動。エンジンは、ガソリンエンジン車は 1300cc、1500cc、1600cc、1、800cc で、オフ、サイチェシー、DOHC の各種が設定されていた。また、イスズらしく 1800cc ディーゼルエンジンモデルも存在した。 サスペンションは国産 FR 量産車としては早い段階で四輪独立喧嘩を採用している。前輪はダブルウィッシュボーン、後輪はダイアゴナルスイングアクスルという組み合わせであった。スイングアクスル式サスペンションは減速などで全荷重になるとジャッキアップ現象により強い逆キャンバーとなり、コーナリング時にタイヤのグリップ限界を超えた際のテールスライドが 激という欠点があった。ピーキーな姿勢変化を好む層には好評だったが、同時に横転しやすい欠点もあった。これらの弱点に対し、1966年、昭和41年以降は後輪をリーフリジットタイプの固定としたタイプ B が追加された。ステアリングギアボックスは、当時の日本車では、例の少ないラックピニオン式で、その応答性の高さが評価された。 トランスミッションはエンジンサイズを考慮し、当時の標準仕様よりも一段多い4速 MT を基本とするが、1965年には3速、AT も設定された。また、本車種はコラムシフトとフロアシフト、ベンチシートとバケットシート、ドラムブレーキとディスクブレーキをそれぞれ組み合わせたモデルを用意したワイドセレクションとなっていたの特徴の一つである。 MT のフロアシフトは各段への収まりが良い、確実な操作性を特徴としていた。1963年、昭和38年6月17日プレス発表、同年11月20日発売、ヒルマンミンクスより下の車格の新型車として開発された小型乗用車で、当初は丸型2等、ヘッドランプの 1500cc オフ車である PR20。 1800cc ディーゼル車の PRD10 の2種で、スタートし、翌1964年、昭和39年4月に連価版となる 1300cc オフ車である PR10 がラインナップに加わる。1965年9月 AT 車追加、車体は2ドアと4ドアのセダンで販売を、開始、1966年、昭和41年4月に丸型4等。 ヘッドランプにフェイスリフトが行われ、また、1300cc 及び 1500cc オフ、エンジンと、後輪リ,リーフリジットサスペンションを組み合わせた、タイプ B こと PR30 と PR40 が、設定された。これらの違いは、異形角形に等、ヘッドランプとハイデッキとなった、リアスタイルで判別できる。タイプ B の4度ダンには、小型タクシー需要を狙った。 営業車も設定され、ガソリン、ディーゼルの2種類のエンジンが選べた。1968年、昭和43年4月に6 0 0 c c オフ、モデルの PR50 が追加されるが、1969年、昭和44年9月には GT を含む 1600cc 車全車とともに、最致化。以下、1971年、 昭和46年10月のフェイスリフト1 8 0 0 c c 最致 C 車である PR60 が投入されると PR10 から40及び PRD10 が廃止される。以後、フローリアンにディーゼルが設定される1977年昭和52年までイスズのディーゼル乗用車は空白期を迎える。また、設定がなくなっていた 1600cc オフ。 エンジン搭載車が1600スペシャルとして復活する。1971年10月、マイナーチェンジ。フロントグリルがブラックマスクとなり、フロントバンパーの取り付け位置が変更され、フロント周辺が光絶する GT、クーペに類似し対象となったほか、ヘッドライトにプラスチックのガーニッシュが付く。テールランプも大型化され、正方形の4頭となる。 1973年、昭和48年10月に生産終了となり、1974年、昭和49年10月に販売を開始したベレット・ジェミニ、後に、ジェミニに、解消に引き継がれる形で、同年9月をもって販売終了となった。一時期ピックアップトラックのワスプ、1963年6月17日プレス、発表。 同年11月20日発売と、ライト版のベレットエキスプレスが存在したが、これらは外観こそベレットに準じているが、独立したフレームを持ち、乗用車としてのベレットシリーズとは、全くの別物である。生産ラインも伊豆ズ藤沢工場ではなく、山都市の車体工業に置かれた。p r 2 0をベースとするにドアクーペとして1964年4月に登場したのが、 ベレジーことベレット 1600GT-PR90 である。1963年10月の第10回全日本自動車賞においてベレット 1500GT として初公開された。日本最初の GT、グランツーリスモであり、また日本初のディスクブレーキ採用者でもある。エンジンは、コートルク型 SU ツインキャブ1600クコハフを新規に設計、車体もキャビン後部が、 流線型のクーペボディとなり、全高もセダンと比較して4 0ト、mm、ル低下した。フェンダーミラーは当初より流線型の独特な形状で、現在もベレットミラーと呼ばれ人気が高い。形式名 p r 9 1ト GT-R、GT-R あるいは GT タイパーと称されるが、正式名称は前期型が GT-R1970 年のマイナーチェンジ時に、 GT タイパーに名称変更された。1969年8月の鈴鹿12時間耐久レースで優勝を飾ったベレット GTX をプロトタイプとするベルーの最上位モデル。エンジンを117空ーペー用のミクニ製、ソレックスキャブに連装の 1600ccd チェシーに乾燥、サスペンションを前後輪とも強化スプリングとし、 ブレーキにサーボを追加するなどサーキットでの技術をフィードバックさせている。外観上の特徴は2分割されたフロントバンパーと標準装備のフォグランプ。黒のツートンカラーと専用のサイドストライプもオプションカラーとして用意された。1971年10月のマイナーチェンジ後はブラックマスクスタイルとなりテールランプも大型化される。1973年3月まで生産され、 同年6月まで販売されたが、生産総数は1400台ほど。なおこの車種に使用されていたタイプ R のエンブレムは3代目ジェミニ、クーペ・ PA ネロ含むイルムシャ R にも引き継がれている。1969年の東京モーターショーにベレット MX1600 として参考出品されたミッドシップエンジンリアドライブモデル。 市販車のベレットとは大きく異なるウェイジシェイプを基調としたデザインはイタリアのカロッツェリアギアによるもの。ボピは FRP 製。レーシングカーのイスズ R6 をベースに117クーペー用の 1600ccD チェシーを搭載したツーシーターで3台が試作されていた。翌年1970年のショーにはライトを4頭装備しフェンダーミラー。 グリルなどを変更した二次試作者が登場。量産化を予定していたが、営業サイドの反対やマスキー法対策などによる諸事情で死には至らなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。